今回は昨日バージョン 30.40 のアップデートがあったと思うんだけど、このバージョンでもちゃんとね、まあ、秘密だったりちょっとした小ネタっていうのがある。だから今回はそういう今のバージョンの、まあ、ちょっとした情報っていうのを紹介していこうかなって思います。一番最初はとあるコラボスキンについて、今後ドラゴンボールコラボとしてトランクスが、未来トランクスがフォートナイトにやってくるよっていう情報があったと思う。そしてなんと今回のアップデートで、まあ、今回のバージョンで新しいドラゴンボールのスキンっていうのが来た。それがこれだね、17号と18号。なんとインサイダーリークでされてた未来トランクスっていうのが来ないで、なんとね17号と18号が今回新しいスキンとして登場した。これっていうのはね、なんでだったんだろうね。まあ、未来っていうところから、まあ、ちょっと関係はありそうなんだけど、なぜかトランクスじゃなくて17号18号が選ばれてたね。次紹介するのも今回のアップデートに登場したコラボスキンについて。今回のアップデートで X-Men の新しいスキンっていうのが3つ来たね。まあ、それがこれになってる。この中にサイクロプスっていうキャラクターとコロッサスっていうキャラクターがいっとも、まあ女じゃない2人だね。この2人っていうのがもともと今後フォートナイトに登場するよって噂されてたスキンになってね。まあ、前も紹介したことあるんだけど、まあこれ、ここにちゃんとねサイクロプスとコロッサスの名前があるんよ。そう考えると、ここに映ってるコラボレーションもいずれやってきそうな気がする。まあ、実際に、ここの下4つ、マグニート、サイクロプス、コロッサス、アバターは的中してんね。まあ、ワンピースだったり、ファイナルファンタジー、他のマーベルキャラクターも、時間の問題なのかも。次は、今日の朝方、ちゃっかり無効化されたものっていうのもある。今、バトルロイヤルに、ウォーバス、バトルバスの改造されたやつっていうのがあったもん。NPC が乗ってるやつだね。これっていうのが地味に弱体化されてて、このね、乗り物っていうのは、クラクションを鳴らすと、シールドブレーカーを放つことができた。これっていうのが、今回無効化されたっぽい。だから、もうただでかいだけになったね。まあ、そこが強かったまであんだけど、まあ、その機能っていうのが無効化された。これはね、ちょっとマジでなんでなんだろう。次紹介するのが、最近アイテムショップにクエスト報酬だったツルハシが登場して話題になったと思うんだけど、これ関係の新しい情報があるね。なんと今回のアップデートで一部のレアなラップ、2019年のチャレンジ報酬を含む新しいショップアセットが登場した。まあ、追加されたっぽい。まあ、クエスト報酬だったやつが再販されることが判明したね。そしてこっからが重要なんだけど、最近クリエイターはロッカーバンドルでチャレンジ、そしてその他のアイテムを選択できるようになってるっぽい。もちろんロッカーバンドル以外でも普通にショップでフォートナイト公式からリリースされるものもあるっぽくて、まあ、今後大会の報酬、ゲーム内クエスト報酬、ウェブサイト関係の報酬、これらっていうのが徐々に再販されるようになっていくだろうね。まあ、ロッカーバンドのに含むようになったっぽい。次は4年前に登場する疑惑があったのに登場しなかった、そんなアイテムが再びリリースされる可能性が出てきた。4年前にちゃっかり消えてたシルバーサーファーの武器ラップ、これっていうのがこのリフレクターっていう武器ラップになってんだけど、新しいショップセクションが追加されたらしい。この武器ラップっていうのがいずれフォートナイトにやってくる可能性が出てきたね。普通にさ、見た目がいいよね。シンプルでめちゃめちゃ良さそうな武器ラップだから、まあ、ちょっとこれ欲しいな。けどすごいよな、4年前に消されたやつが今回再び追加されるってことで、フォートナイトのファイルに追加されたけど何年も登場してないそういうアイテムっていうのもいずれ再販される可能性があるのかな。まあ、今後シルバーサーファーの4年ぶりにシルバーサーファーのラップっていうのがリリースされる可能性がある。次は今シーズンも
リアルタイムイベント、ミニワンタイムイベントみたいなやつがやってくんね。まあなんと、もうね、マップのとある場所に行くとカウントダウンっていうのが見れるっぽい。まあもうすぐやってくるっぽいね。まあ今現在が残り何時間何分かわかんないんだけど、まあやってくるっぽい。まあこれっていうのがパイプラインっていうのが、まあ最近さ徐々に進化してたと思うんだけど、これがステージ4になってまあ出てきたって感じっぽい。やっぱりこれは関係してたっぽいね。そしてこのワンタイムイベントのちょっとした情報っていうのがあって、なんとパンドラの箱っていうのがイベントで復活するっぽい。まあ、ちょっとしたのが見つかっちゃってるっぽいね。まあ、どういう感じになっかわかんないし、多分始まる前にどっかしらかリークされると思うんやけど、これ楽しみだね。リアルタイムイベントが近いうちにやってくる。そしてもちろん今回のアップデートで新モードリロード関係のアイテムっていうのも変更があったね。まず4つの武器が消えた。サンダーショットガン、スティンガーサブマシンガン、インファントリー、ヘビアサ。この4つが削除されたみたい。まあ、個人的に結構面白かった。インファントリーが消えんのちょっとショックなんやけど。さらに追加されたものっていうのも4つあって、チャージショットガン、速射式サブマシンガン、バーストアサルト、レバーアクション。これらが帰ってきたっぽいね。まあ、帰ってきたものもあれば、削除されたものもある。こういうね、ちょっとした変更っていうのがあったっぽい。次は、リークされてた通り、フォールガイズコラボの障害物レースがやってきたね。石像みたいなやつに触れることで、できる。まあ、これについてなんだけど、障害物レースの、タイムが良ければ、いい武器がもらえて、まあ、悪いといい武器がもらえない。まあ、弱い武器がもらえるって感じになってるっぽくて、武器、もらえるアイテムで言うと、こんな感じっぽいね。まあ、これらが、いい順位だと、まあ、いいタイムだとレジェンド。まあ、悪いとアンコモンって感じで受け取ることができるっぽい。まあ、普通にね、ちょっと一回やってみたけど難しかったわ。まあ、タイムアタック、まあ、タイムっていうのも意外に関係してるっぽいね。まあ、ここでもアイテムっていうのがもらえるっぽい。そして最後は、運営が公開した、コンセプトスキンの中にあったとあるスキンっていうのが間もなく登場するっぽい。それがこれだね。ロード画面のスタイルになる、服がロード画面になるカスタムスキンっていうのが間もなくやってくるっぽい。女性用の、女性スキン用のベストオプションが2つ、男性用のベストオプションが2つあるっぽい。まあ、現在は暗号化されてるっぽくて、まあ、詳細っていうのがあまりわかんない。まあ、今後ロード画面のスタイルになれるスキンっていうのがやってくるっぽい。めちゃめちゃいいよね。ロード画面ってあんまり使い道なかったんやけど、まあ、スキンが来ることでちゃんとね使えるようになるっぽい。マジでこれ楽しみ。まあ、今現在暗号化されてるってことで、まあ、このまま破棄されない限りは近いうちにやってくるはず。まあ今回のバージョン関係の、まあ、ちょっとした情報、今のところ判明してる系でいくとこんな感じっぽいね。まあ、今回のアップデート結構いいの多いよな。あとはいろいろやばい情報見つかったしね。あとは今日のアイテムショップもだいぶやばいしね。まあ今回はこんな感じだね。